アイスランドの地図、主要都市と地勢を示す。アイスランドの地形図アイスランドの地理では、アイスランドの地理についての概説を記す。アイスランドは、北、大西洋に浮かぶ、中規模の大きさの島である。この島は、グリーンランドの東、北極圏のすぐ南に位置している。発散型プレート境界である、大西洋中央海嶺が、海面上に露出したものである。 ニューヨーク州から 4200km、スコットランドから 860km 離れている。アイスランドという言葉は、アイスランド島のほぼすべての陸域と人口を含み、時にはアイスランド共和国と呼称される。この国について言及する時にも使われる。居住地帯は海岸線に集中している。首都レイキャビクを中心とした台、レイキャビーク及び南西部に人口が集中している。 アイスランド中央高地はほぼ無人地帯である。アイスランドは島内に広範囲にわたる火山活動と地熱活動が盛んな地域がある。ユーラシアプレートと北アメリカプレートのプレート境界を示す大西洋、中央海嶺に関係したリフトがアイスランドを南西から北東にかけて横切っている。この地理的特徴はシンクベトリル国立公園で卓越している。そこでは、 岬のように岩が突き出し、天然の円形劇場の様相をなしている。この場所は930年に、アイスランド共和国の国会である、アルシングが最初に開会された場所である。最近の火山噴火に危険を持つアイスランドにある、陸地の半分は、山岳製の溶岩砂漠と荒野を構成している。最高所での海抜は2119メートルである。 国土面積の11%が3つの巨大な氷河で占められている。そして、いくつかの小さな氷河を示す。全土地の20%が放牧に利用され、たったの1%しか農地として利用されていない。現在、スカウラネースで森林再生計画が進行中である。化石化した樹木の花粉や初期の植民者による記述は、8世紀から10世紀に、 人が移り住む以前には、アイスランド島の面積の30から40%が森林で覆われていたことを示している。人類の定住後、森林の半分以上が伐採され、牛の飼育と小麦の栽培が行われた。16世紀以後の商標ガキにより、産業が羊の放牧に切り替えられ、18世紀の初めには25万頭を超える羊が放牧されていたが、 19世紀にその数は50万頭以上に達した。羊の下放牧、気候の寒冷化が重なり、アイスランドの土壌は激しい侵食を受け、使い物にならなくなった多くの農地が放棄され、砂漠化が進行している。今日では森林の面積は植民前の3%まで減少しており、ラーガルフリュート近くのハトルオルムススターザルスコーグルや、 アークレイリ近くのバグラスコーグルなどに自生している、カバの貴族の植物で構成された森が小さく、パッチ状に生えているだけである。島の周囲を流れるメキシコ湾流からの気候を、温和化する作用のおかげで、島の気候は湿潤で涼しい夏と、比較的マイルドだが風が吹きすさぶ冬で、特徴づけられる。首都、レイキャビークでは、夏。 7月の平均気温が摂氏11度であり、冬1月の平均気温が摂氏0度である。アイスランドの欠片の気候区分アイスランドにとっての地球の裏側に相当する陸地は存在しない。対処点とされる位置から最寄りの陸地はバレニー諸島である。そこは南平洋に浮かび、ニュージーランドが領有権を主張している。逆にバレニー諸島の最北。 最西端であるヤング島の対処点は、北部中央アイスランド海岸沖、スキャルファンディ湾に浮かぶフラティ島とグリム聖島の間、どちらからも1 0トル離れたところに位置している。ありがとうございます。